皆さんおはようございます。井上雅宏です。今日和歌山に来ております。そしてですね、この和歌山でジサリスのグッズ C では、いろんなグッズを作る拠点を設けようということで、プラムさんに協力してグッズのプロジェクト開始しますってことで、これからちょっとプラムの代表と会って、いろんな話をちょっと聞いていけたらなというふうに思ってます。行ってきます。ここですね。あ、プラム株式会社、ようこそ。ありがとうございます。お願いします。井上です。改めてよろしくお願いします。プラム代表の矢野です。よろしくお願いします。これ会社ロゴですか？これロゴですね。おお、かっこいい。これハートマークですか？そうですよ。プラムなんで桃をイメージして、あ、ごめんなさい。プラムやろ。桃を逆さにしたらハートになるなと思って。あ、なるほどなるほど。で、今日はちょっとジサリスのグッズを作るのにそのご協力いただけないかっていうので、いろいろとちょっとお話ししていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとこれ会社の上にジサリスグッズの、そうですね。おお、嬉しい。飾ってくれてます。なんか回ってます。しかもアクリルスタンド、くる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 、これ全部ありますね。すごい、すげー。じゃあ本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジサリス そのグッズを拠点で、今後もたくさんどんどん作っていきたいというので、どんなご協力できそうですか？そうですね、和歌山で言うたらいろんな企業さんあるんですよ、で、うちで言うとその、利用者さんっていう人力があるんですよね、で、そこを活かせるようにいろんな企業さんと連携してグッズを作っていくっていうのはいかがですかね？あ、いいですね、プラムっていう会社はそもそもどういった会社なんですか？僕は知ってるんですけど、うちは、就労継続支援 A 型事業所っていう障害のある方が、就職するための、訓練の施設になるんですよ、で、うちでその就労訓練をやって、で、一般就労を目指すっていうのがうちの在り方になるんですけども。なるほど。じゃあ最終的にここで訓練をして、その一般企業に就職したいとかっていうふうにしていくわけですね。はい、そうですね。そんな中でその仕事はどんな仕事が多いんですか？今請け負ってるのが、主に内職関係、検品、組み立て、やったりその梱包やったり、なんていうの、グッズに必要なスキルみたいなのが多分全部揃ってるとは思うんですよ、あとは外へお仕事をしに行く施設外就労っていうのもあるんですけども、普通に畑仕事やったり、メダカの桶洗いやったり、外で同じような作業も大きい倉庫あるんでそこでやらせてもらったりもしてるんですよ。僕実はあんまり言ってないんですけど、親族に、ちょっと手帳を持ってる、障害者手帳を持ってるその親族がいるんですけど、結構その大変さっていうのはその、理解というかしていて、かなり社会で働くって大変なことじゃないですか、でやっぱりその障害者手帳を持ってる方だとこう普通の仕事に適応できなかったりとかっていうことがあって、何回もこう仕事をクビになったりとかっていうのをこう繰り返したりとかして、かなり大変なのを、知っていて、こういったところは本当にだからそういった方たちがちゃんと仕事ができるものを用意して気持ちよく仕事をしていただけるっていう、そうですね、それはすごい素晴らしいですよね、僕もその事業を引き継いでから、2代目になるんですけども、もともとはこういう事業やってなかったんですよ。そうなんですね。で、この事業引き継がしてもうて、すごいこのなんていうのな、障害を持ってる方と接する機会って全然なかったんで、逆に接してみて、であ、すごい頑張る子たちやなとか、僕らにはないなんかなんていうの、就職への憧れ
みたいなのがすごい強くて、それをなんか応援したくなって僕引き継がせてもらったんですけども、はいはい、どうですかそのジサリスのプロジェクトで、はい、そのここをグッズの拠点にしてでこういろんなグッズを作ったりとかしてで彼らにその梱包だったり発送だったりをご協力いただけるっていうのは、はい、彼らにとってもいいことになりそうですか？そうですね、今やってる内職であると言ったら、単価がすごく低いものが多いんですよね、うん、その中で考えるとやっぱりそういったグッズを扱えるっていうのもまた大きい作業にもなりますし、はい、で何よりも皆さんヒーローに結構憧れが強いんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なので、はい、ヒーローのグッズを扱うっていうのは多分皆さん多分むちゃくちゃ喜んでやると思うんですよね。嬉しいです、はい、なのでぜひぜひ取り組ませていただきたいなとは思います。あ、こちらこそ。そういうことならぜひよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ちょっとその利用者さんたちが働いているところを見学したいんですけど、はい、あ、いいですか？全然見学していってください。あ、いいですか、はい、じゃあはい、ご案内します。お願いします。やべやべ。強すぎる。ちょ、強すぎますね。クエストシェリー渡辺チョコリットさん、おはようございます。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。トコチヨキラさん、おはようございます。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。お願いします。これは今何をやってる作業なんですか？これはうち自社でシール販売してるんですけども、はい、そのシールの購入作業になります。あ、なるほどなるほど。シールだいぶ可愛いですね。可愛いでしょ。これは何のために作ったシールなんですか？持参品って言って、はい、言ったら利用者さんが、はい、実際にこうやって作業されたものを、一つの商品とすることで持参製品っていう商品になるんですよ、はい、でそれをうちが販売することで、はい、言ったら多少給料になっていくと。なるほど。システムです。他にも結構なその、はい、商品見せられないと思うんですけど、かなりの量のかなりの量の商品があって、これは袋詰め作業みたいな形ですか？そうですね、ここら辺はもう袋詰め、数を読んで袋詰めにするような、ちょっと難しいような作業なんですけども、はい、ちょっと ルールを作ってやることでみんなでできるようになったんで、はい、なんかもうあれよあれよという間に、はい、チームワークの良さが半端じゃないですか？そうですね。さあ次はどこ行くんですか？はい、うちの岩出市というところにあるもう一つの事業所に行こうかなと思ってるんですけども、はい、あ、もう一つの事業所が近くにあるんですか？はい、そうですね、ここから、20分ぐらいですかね。あ、じゃあもう一つその拠点があるっていうことですね。拠点があります。ここですか？ここです。あ、第2拠点。ちょっと狭いんですけども、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。それ作業中ですか？ちょっとだけお邪魔します。これが何やってるところですか？これ何やってるんでしょうね。塩コショウの入れ物を袋詰めしてるっていう感じですね。はい、袋詰めです。いつも娘が世話になってます。うちの親父です。え？親父さんですか？そうです。めちゃくちゃ若いですね。いやいや、もう68。パワーがもうものすごいですね。もう68ですよ。すごい。お父さん、よろしくお願いします。いえいえ。山本君、はい。あ、僕のライダー友達。ライダー友達。どうもこんにちは。仮面ライダー知ってます？あ、知ってます。あ、どんな仮面ライダーが好きですか？どんな仮面ライダー、はい、ライダー、ビルド。ビルド。そこはディケイデアだ。ビルドはどんなところが好きですか？ビルド、セリフやったら、はい、さあ実機始めよう。さあ実験を始めよう。おお、好きですね。おお、どうですか現場の雰囲気は？雰囲気は楽しいですか？働いてます。いやいいですね。でもなんか2つとも覗かせていただきましたけど、かなり雰囲気もいいですし、あと
お互いのところで言ってたのがやっぱフォローし合ってとかサポートし合ってとか、はい、連携をこう意識されてるのがすごいこう伝わってきましたね、はい、ありがとうございます。みんなすごいね頑張ってくれるんですよ、はい、でどうやったら早くできるかっていうのを、うん、そのうちのスタッフが考えてでそれを、まあ、言った通りにはい、やってみてそれを創意工夫しながらどん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 スピードアップしていってるんで、はい、じゃあ今後そのこれ以外 の、はい、そのまた仕事の仕事としてそのグッズを作っていくっていうのは、はい、かなり前向きな、はい、全然キャパもありますし、はいはい、わー楽しみですね、はい、これは実際にするプロジェクトだけじゃなくて、まあ、いろんなところがそのグッズのここをちょっと利用していただければなというふうに思いますし、まあ、ちょっとずつねこのグッズの拠点も大きくしていけたらなというふうに思ってます。ちなみにどんなグッズ検討したりとかしてます？あ、実はちょっといろいろ考えているんですよ、はい、また後ほどお見せしましょうかね。お、気になります、はい、じゃあこの後そのグッズの見学ですか？そうですね。じゃあもう和歌山中のちょっと協力していただけそうな会社これから回ってグッズの直接ちょっと視察しに行きます。行きましょう。よろしくお願いします。